よ、来たよ。おお、春っぽい釣れ方。はい、サイズはね、36センチほどだけど、買ったばっかりのリールで釣れると嬉しいね。軽かったコンクエスト DC200 で1匹目。軽いのが投げれるようになったっていうことで、こういうちょっとね面白いルアーなんかも投げてみようかなって気になれるから、まあすごいいいんじゃないか。はい、カルコン3匹目ログね、ハマってるね。いやいや、大活躍ですよこの色、ね、じゃあね、逃がして帰りたいと思います。はい、ありがとう。
ちょっといいサイズ来たよ。よいしょー、ナイス。いいとこかかってんな、これ。ねえ。ようやく春っぽいサイズ来ましたよ。ねえ、ちょっと長いサイズ。ログです。カルコンです。ねえ、夕方、最後の最後に、ちょっといいサイズが反応してくれましたね。じゃあね、逃がしてあげたいと思います。はい、がっぷり丸伸び、サイズは40センチ。連れて、はい、ログで連れてくれてありがとう。はい、というわけで帰ってきましたね。これね、投げてて気持ちいいんでね、最後の方までこのログとカルカッタコンクエスト DC200、 それとね、モンスターキスのバリトゥード6号っていう竿なんですけども、このセットでね、ピシッピシッとね、こうね、ジャーキングの釣りですね、春っぽいサスペンドミノを投げて、止めて、投げて止めて、まあジャーキングというかツイッチングプラスアルファぐらいの感じなんですけども、でちょん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 ってやったら気持ちいいね、春バスが釣れてくれたよっていうことで、まあ、今回ですね、このカルカッタコンクエスト DC200 使ってみて、でちょっとね、軽めの方ではね、まあもうちょっと小さいのもいけそうだったんですけども、こういった中心移動のついていないものをですね、これでいろいろ試してみて、でこの16ポンドラインがですね、 120m 巻けるよっていうですね、このスプールの深さが、まあ非常にね、最後のやつ40アップとかだったんですけども、まあ竿も強いし、まあこの3本もね、服もついてるしね、でグリグリグリって巻いてね、まあドラゴンは出ないぐらいだったんですけども、ただね、サイズ的には40センチぐらいあったんで、秘めたるパワーっていうのがすごいあるんじゃないかなと。これ多分まあ今年ね、頑張ってね、釣ってみたいですけどね、これで50アップとかね、ちょっと大きな魚がもしかかったとしても、非常に安心感のあるファイトができるんじゃないかな、なんていう風に期待させてくれるようなですね、使い心地でした。でまだね、これ16ポンドなんで、もうビッグベイト主体で行くぞとかね、そんな時はね、さらに太い糸もがっつりね、糸を入れることができるので、そんな時にね、使おうかなって。まあ無理してね、こういうのはやっぱね、カルカッタコンクエスト、そうですね、 BFS とかの方が投げやすいのかななんていうのは思うんで、何にしてもこれボディが 260g ありますからね、1日中軽いのをね、無理やりこれで投げるっていうことではないと思うので、まあ雨の日とかね、今日はちょっと大きめのトップウォーターとかデカハネモノとかいけちゃうぞなんていう時は、これにね、太めの糸入れて、でフィーンとね、気持ちよく投げていく、そんな使い方に今後はなっていくんじゃないかななんていう風に感じました。ただですね、小さいところだと、例えば出たばかりのゲイリー山本のハートテールの 3.5インチ、あれのノーシンカーリグとかね、釣れないかななんて思って投げたら、そういったところもね、ほんとね、快適にトラブルなく投げることができたので、まあ普段使いでは巻きのスイムベイト、スイムジグ、あとは中量級のプラグね、でいけそうなタイミングはビッグベイトとかまで、そんなところまでの釣りが活躍しそうだななんていう時にね、積極投入していくリールになるんじゃないかななんていう風に感じております。何にしてもね、トラブらないから、ちょっと際どいところも入れてみようかななんていう気分になるので、まあ結果多分ね、魚も反応してくれるんじゃないかなっていうことで、まあ今回釣れたのはね、春っぽいこう深いところから浅いところに一気に、駆け上がる、その駆け上がりのこう斜めのところにね、なんか魚がちょっと密集している感じがあったので、まあ浅い側に入れて、でその深い駆け上がりのところを、斜めに切るような感じのイメージで投げてきたら、結構ね、魚は反応してきてくれましたね。そんな状況なんですけども、1台持ってればちょっと大きめのルアー使うことが多いんだよなんていう人には、もうね、あー来たなこれっていう感じになるんじゃないかなね。ただまあ正直なところ、自分手が小さい族なんで、で考えるとカルカッタコンクエスト100DC って、
というね、まあ100番手の DC なんかが出たら、まあそっちの方がね、自分のよくやる釣りにはぴったりなのかな。まあ深溝なんでこういうリール持っていなかったんで、大きめのねスイムベイトとかね、あの巨大跳ね物とかを太めの PE ラインがっつり巻いてね使いたいなんていう時はですね、ちょっと重いけどもこういった頑丈なリールが1台あると便利だなと思って買ったんで、でそれなんだけどもちょっとバンタムだとこれライントラブルしちゃうかなって、微妙な軽そうなルアーとかに付け替えてもすぐにいけちゃうっていうね、ここら辺の振り幅の大きさっていうのが、一つね、あこれね結構使うようになるななんて感じた、次第であります。何にしてもねキャストオン気持ちいいしね、あこの巻いてる時のしぶきさスーって巻けるんで、なんかねミノーとかでもね、うんって違和感、うんって違和感があった時すぐにこう巻き感度っていうんですかね、なんていうのかな、感じ取れるなっていうのはすげえなーなんて思いました。結構ね投げてみて一発でお気に入りのリールになったので、まあ今年まだこれからねハイシーズンで、ギルとかも浮き出して大きなねギル系のルアーなんかも効くシーズンに入ってくるんじゃないかななんて思うので、いろいろなねルアー投げてさらにね試していきたいと思います。何にしてもねこのエキサイティングドラッグサウンドね聞けるね魚かけたいですね。こうチチチチチチってね、あのドラゴン聞きたいなって、まだね今回ねドラッグ出してくれる魚釣れなかったんでね、今後に期待ということで、頑張って投げていきたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV は、こちらねシマノのカルカッタコンクエスト、DC200、これでね春っぽいいい魚が釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。